んにちは。食用アマガエルの心の声です。本日は秋田県大仙市にあるクレピースさんにお邪魔します。どうぞよろしくお願いいたします。大曲駅を背にバスターミナル方面に歩いています。バスターミナル手前の角にお店があるようです。あったあった、ここですね。ヒカリオの駐車場が2時間無料で利用できるようです。梅そだまや、お邪魔します。スイーツクレープとホットクレープに分かれていますね。量は飴やつとしょっぺやつだな。さあどれにしようかな。カエルの女房が選んだのは旨辛チキンですね。しょっぺやつだな。店長さん、おすすめは何ですか？うん、ブリュレクレープとか。ブリュレ、なんだか小難しいこと。確かにこの辺りではあまり見たことがないクレープだな。こちらのデラックスクレープはお店の一押しですね。抹茶クレープといちごブリュレを注文してみますね。その前に店長さん、ここのクレープの売りというかおすすめポイントを一言お願いします。クレープってレタスとか入ってるじゃないですか。はい、うちネギが、ネギがクレープに、たまげだな。じゃあイチゴのやつ一つと、はい、うま辛チキンと抹茶クレープと、抹茶クレープ、あとピザチーズフランク、うん、そうだから大曲がりの花火サイダー、はい、地元っぽいやつ。これもうちでやってるんですよ。あ、そうなんですか。はい、お願いします。はい、はい、お見事。一つ目のクレープが来ました。ここのクレープは米粉を使用しているのも特徴の一つなんですよ。生地がもちもちっとしてとっても美味しいです。カエルの女房もご満悦です。ありがとうございます。私のクレープが来ました。梅そだまや、サイダーもさっぱりしていて梅っけよ。店長さんがおすすめしてくれた抹茶クレープもごっつおなるが、抹茶の風味豊かなクレープで、こちらも大した梅度。イチゴのブリュレも最高にうめっけな。最後にバナナジュースをごちそうになりました。これまたバナナの味が濃厚でとっても美味しかったです。今日は本当にありがとうございました。電話での注文もできるようです。営業時間はご覧の通りです。ゴールデンウィーク期間中がクレピースの日になります。スイーツクレープとアイスクレープが380円です。お見逃しなく。Thank you.
食用アマガエルチャンネルのオリジナルステッカーができました。メルカリトラクマで販売中です。食用アマガエルで検索を。